こんばんは、ユミです。4月になりました。お部屋を模様替えしました。今日はスリーコインズやナチュラルキッチンのものをたくさん使って模様替えをしました。まず最初に模様替え前の部屋をご覧ください。なんとなく冬っぽいですよね。茶色いものとかなんだかふわふわしたものが多くて、もう春なのになんかね、しかもごっちゃりしてます。私はフラワーアレンジのお仕事をしています。委託のお店も3軒あります。その際に雑貨なんかもディスプレイしたりします。また今年は個展も控えています。他のイベントもあったりします。なので雑貨は捨てるわけではなく、一旦外してまたイベントの時や秋冬に飾ろうと思っています。今回は白いっぱいで春らしくしていきたいと思ってます。今開封しているのは今回購入したスリーコインズとナチュラルキッチンの雑貨です。もともとあったものもここに置いています。一旦ここに出してどれを並べようかなって考えているところです。今回は白い雑貨がたくさんありました。私は一人暮らしです。お仕事とお家との往復だけで、本当にこんな情勢なので外になるべく出ないようにしています。もうね、本当にね、行き詰まっちゃうんですよね。気分も落ち込みがちな毎日でした。おうち時間がとっても長いです。気分を一新しようと思って白い雑貨を買ってきました。私はワークショップやフラワーアレンジのお仕事をしています。個展も開催が決まっています。なのでこういった雑貨などはそちらでも使うことができるので、一般の方よりもちょっとね、買い方が違うかもしれないです。北欧のテイストが好きなんですけれども、今回は少し韓国風なイメージで仕上げていこうと思ってます。ハンドメイドの作品やフェイクグリーンなんかも一緒に飾ろうかなと思ってます。これってテーブルの周りを出しただけなんです。でも私全部出しが大好きですが、こういう状態になると右往左往しちゃいます。いやー、これね、テーブルの上と周りと下を出しただけなんですよ。こんなことになっちゃってますけれども、本当にね、春の模様替えとか言っちゃってますけど、本当にできるのかって話です。これを見るとさすがに私も萎えます。でもですね、私の中では綺麗になった光景が目に浮かんでいるから頑張れるんです。とは言ったものの、はあ、頑張らなきゃ。なかなか物をどかして掃除ってしないですよね。こういう機会にしっかり拭き上げていきます。大きなものは買い替えることが難しいんですが、クッションカバーだったらお値段も手頃です。冬もスリーコインズのクッションカバーを使っていたんですが、今回もすべてスリーコインズのものです。300円なんです。完成しました。夕方、夜、翌日と撮影してみました。なんだか冬っぽい状態のビフォーをご覧ください。
ここまでは夕方撮影しました。夜になって小さなライトをたくさん散りばめて撮影してみました。キャンドルは一切使ってません。一人で毎日とても寂しいです。でも雑貨が私を救ってくれます。生活に不必要なものかもしれないんですが、私にとっては大切な必要なものです。雑貨とハンドメイドとお片付け、それが私の今の楽しみで生きがいです。整理収納アドバイザーのお仕事をしています。本当だったら何も買わないことがいいんでしょうけど、お客様とご一緒に雑貨を買いに行ったりもします。すっきり片付いたお部屋の後は、私は雑貨を飾ることをおすすめしています。なんか宣伝になっちゃいますけれども、お片付けだけではなく一緒に雑貨選びなんかもお手伝いしたいと思ってます。よろしければ概要欄をご覧ください。素敵なお部屋作りのお手伝いをしていきます。私は築35年の6畳のワンルームですけれども、こうやってこまめに雑貨を変えています。私は今回下げたものはクローゼットの中などにしまっています。また寒くなったら出してこようかなと思ってます。春の模様替えしてみませんか。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この YouTube チャンネルではお片付けや収納掃除などのご紹介をしていきたいと思ってます。よろしければチャンネル登録お願いします。コメントは励みになるのでお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミでした。ありがとうございました。おやすみなさい。それじゃあまたねー。